カズレーザーさんはみんなバイだけど評価してて、うん。そう 誰とは言わないけど、バイだと評価しないの？あれ何なの？バイ、何の差なの？一応確認したい。バイなの？いや、なんだろう。僕は知らない。君も何？僕は知らネないけど、僕が読んでる、君昔すげえ仲彼良かったがじゃん。答えてるインタビューをそのまま伝えるとバイです。ああ、なるほ フど。ランス書院のインタビューで自分でバイだって言ってます。だへえ。から、あれは新情報でも何でもないのよ。あ、そうなん昔だ。から記事を読んでた人は知ってた話です。フランス書院のインタビュー答えてたんだ。あの人もすげえな、本当に。そう、だ知らなかっただけなんですよ。だから別に新情報ではないんですよ。君誘われないのじゃ。別に彼は。だって好きじゃん。エチエゴンさん、君のこと。僕が、彼が僕を、そういう意味の行為はないんじゃないかな。西村君、どうだね。あ、僕、そうだからさ、堀2さんさ、つ、世間って3つ、4つ。すごく仲がいいように見えてると思うんだけど、年に1回会うか会わないかなんだよね。あ、そうなの？今年まだ会ってねえし。あ、そうなんだ。まあ、お互いに引きこもりというか、彼は忙しい人だし、僕別に、まあ、人日に本いな会わいないし。日もあるし、で、プレイボーイの対談全部 LINE でやってるから、本当に会わないんだよね。あ、そうなんだ。だ去年、堀江さんが髪型が変わったから、坊主になったから、さすがに髪の毛さその写真じゃ無理ですって言われて、じゃあ写真撮りましょうっていう時に一緒に会った時ぐらい。はあ。それ以外は、もうプレイボーイの対談では2年ぐらい会ってないんじゃないかな。そうなんだ。まあ、あれかな、一番ちょっとだから目立ったのが、堀江さんが収監される時に君が真横にいたからかな。そうね。あと、ニコニコの番組で一緒な、町会議とかで番組一緒になることもあるから、町会議で会うぐらい。盟友って感じしたけどね。いや、別に仲が悪いわけじゃない。で、まあ、喋っても楽しいんでしょ？だから、ただ、その、お互いに顔を合わせる必要性を感じない。なんかお前ら、夫婦か。いや、ほら、お互いいても邪魔にならない関係でしょ？その、これどうなんとか、最近どうなんみたいなのは、そのプレイボーイの雑談で LINE とかでやってるから、よくお互いに知ってんのよ。で、僕ちょっとキューバ行ってましたとか、俺今ニューヨークみたいなのも、なんだそ知ってるから、別にその、顔合わせる必要性あんま感じない。お互いの顔が好きなわけじゃないからさ。言えば言うほど泥沼だけど大丈夫？すいません、すいません。まあ、だから僕は逆にそのやりやすい。なんだろう、やりやすい。違う。やめなさい、ひぐらいさん。ほら、一応小学生のファンもいるんだから、こんな時間に見えるか。ただ、なんだろう。やっぱさ、たまに顔を合わせないと、仲が悪くなるんじゃないかとかって人は思うじゃん。で、やっぱ久しぶりだからちょっとお会いしてうんぬみたいに、一般の人って感じるじゃん。堀さん、ないから楽。なんか、そういう社交辞令とか、いらないっしょっていうのが、ちゃんと心の底から分かってもらえるから。堀江さん、そうだね。ね、俺も、まあ、画術でこう取材した時とかも、超フラットだもん、あの人。最終的に、あ、俺時間ないから一緒に車乗ってって言われて、車乗せてもらってそこでインタビューするとかってやつだしね。あの人はフラットすぎてすごいわ。隠し事も少ないしね。少ないね。普通に、まあ、テレビの収録中に LINE の返事書くぐらい、目の前で何してるか分かる人だから。すごいな、本当に。で、普通に目の前で電話して、それダメだろ、みたいな。珍しく正直な人なんだよね。でね、最近、正直を演じてるんじゃないかっていう疑惑を僕はちょっと持ってる。実際はすげえ気使ってるってことじゃん。本当は気を使う部分もあるんだけど、でも俺は正直にやってるから堀江貴文なんだという部分を演じるために正直にやって敵を作ってる部分がある気がする。それマイナスじゃん。敵作ってるんだったら。でもそれをやるのが俺だからっていうキャラがどっかにね、なんか無理してこれ正直に言ってません？みたいなのがたまにある。どんな時だろう。なんツイッターで喧嘩してるときとか。あれは単にやりたいからやってると思うんだけあ、ど、そうですか。メディアに出るとき、メディアにああ。対して発言をするときに、普通こっちの方が楽だし、世間的にはこっちが正しいっていうときに、でも俺はこう正直こう思うからこうなんだよっていう、いや、その、茨の道を自分から進んでるときがあって。ほう。あ、それは、あれなのかな。テレビで求められている堀江も演じてるのかな。
なんか若干そこがある気がしてて、だからまプロレスラー。あ、だから大変だなと思ってる部分はある。あなたはもうちょっとテレビでは作らないんですか？モードは違ってます。どんな感じに？テレビに出るときって、うん。すごく素早く反応を返さなきゃいけないモードになってる。僕。それはまあ、合いの手とかうまいからね。相手もそうだし、どのタイミングでどう入るかとか、いろんな要素があるんだよ。例えばここって2人で話してるし、別に僕は、どうだろうねとかって時間を取ってもいいんだけど、そういう時間を作らないものの作り方をテレビってするじゃん。っていう時に、だから、素早く的確な短い言葉で返さなきゃいけないから、相手がある程度喋った段階でこう喋るだろうな、だからこう来たらここで入ろうみたいなシミュレーションを結構回してしてるの。んだ。で、そのモードになってるから、僕ね、身振り手振りが異常に多い。お、ラッパーになれ。まばたき多いね。で、あれも相手をちゃんと見ようとしてるからなんだけど、目が乾くのと、照明が明るいからなんだよ。あ、そっちなの？君がテンパってるわけじゃないの？パチだクリパチから、クリしてるの？要は、人の、なんだろう、マイクロなんちゃら、名前でした。マイク人ロのソフト。表情って、すごく微妙に変化することが、喋ってる最中に。で、それによって言ってることの先も読めたりするんだよ。っていうのを、なんでやってるのか分かんないけど、僕無意識でやってんのね。例えば、今、ヒゲさんから物が出てこないからしょうがないんだけど、言おうか？お腹すいた。あ、違う。ヒゲさん慣れてるから。ああ、そういうこと？だから、大体分かっちゃうんだけど、慣れてない人が、例えば、いや、それ違うと思うんだよねって言ってるときは、感情で言ってるのか、論理で言ってるのか、その後に合意で入ってくるのか、反対でいくのかっていうのは、そんなこと考えてんの、君。じゃあ、これ無意識でやってる。すごいこれな。テレビじゃなくて、僕営業とかでもそう。はあ。そういうモードで、で、僕ほら、言葉喋らない、喋れない国によく行くじゃん。まあ、キューバもスペイン語だから全然わかんないんだけど、その時に相手の身振り手振りと表情である程度推測して、進むのよ。で、僕フランスでもそれやってるの。で、なんだろうな。例えばフランスで、じゃあこういう話をしようと思って何か頼みに行く時って、フランス語で頭の中で組み立てて、こう喋って、まあ、英語で、こうか。英語で行くときに、じゃあ、これが買いたいです。I want to buy 何々みたいな頭の中で考えちゃう。で、これを言おうと。で、その時に、いくらですって言われたら、何ドルだからクレジットカードで払えますかって言おうみたいなシミュレーションするじゃん。で、このパターンの時と、何も考えないで行くパターンがある。で、何も考えないで行くパターンっていうのは、何かあった時に瞬時で自分で返すんだけど、自分の、言語能力を信じてるときなの。例えばさ、日本語で話しかけられたときにさ、日本語ですぐ返すじゃん。で、英語モードになってるときってさ、ファットリーだけ、あ、イエスとかさ、すぐ英語で返せるじゃん。それって、何か言われたから、英語だとはいだからイエスですよねっていうのを経由しないときあるじゃああ、そうだ、すって出るん。っていう、無意識のモードなのよ。ほう。で、無意識モードで喋ってるときの方が、フランス語は僕喋れたりするの。で、初めて僕が英語で喧嘩をした時って、すげえ流暢な英語で僕喧嘩してた。英語って、僕、まだ不得意だった時代は、たどたどしくなんだよね。日本語で変換するから。まあね。でも何も考えないで感情的になってるから、思いついた言葉をバーって並べるっていうモードの時って、何も考えないモードなんだけど、その時って自分の言語能力を使わないで無意識でやるんだけど、伝えたいって思ってる感情が言葉になったり、身振り手振りになるから、身振り手振りめっちゃ増えんのよ。あ、でも、みたいな、相手が言ってること分かんないから、まあね。言葉以外の部分でも受け取ろうとしてるのよ。音の、その声の抑揚だったり、その音節の切り方だったりとか、どういう表情で喋ってるのかとかっていうのを全部受け取って、ほう。それに対してリアクションしなきゃいけないっていうモードなの。わかる。これ分かる？分かる？っ多分わかると思う、みんな。ていうモードになってるから、テレビもその状だ態。からめっちゃ見てるから目が乾くのよ。はい。で、めっちゃ目見開いて見てるから、割とまばたきが多いのよ。ああ、なるほどで、身ね。振り手振りも多くなる。ちなみにちょっとずれるけど、君なんでそんな怒ったの、英語で。怒ったっていう君そんなか、怒んないじゃん。アメリカで、
寮の LAN ケーブルでつないでインターネットをやっていたんだけど、はい、で、あの、LAN ケーブルと LAN カードは、その大学で買わなきゃいけないんだけど、うん、僕、自前のやつで、つないでたの。で、つながんなくなって、したらお前のとこ止めたやと。ほう。うん。お前のとこ止めたよ。なぜなら、お前これ買ってねえだろって言われて、うん、で、カチンってきて、え？金ねえんだから。で、そのカードよりいいやつだね、僕が使ってたの。はい。なので、あの、その、どこのメーカーだか知らんが、これはシスコのカードですごくいいやつなんだと。うん、っていうのをバーって言って喧嘩になったの。うん、で、結果として、うん、でもこれ買わないんだったらずっと止めてるからって言われて買いますって言ったんだけど。うん、君に同情の余地なかったわ、今。ルール守りなさい。最初のルールは知ってました。うわー、やらなきゃいけないっては知ってました。でも、インターネットのこれ、つながるじゃん。ほら、つながったと思って。まあ、はい、そうですか。はい。ああ、でもちゃんと英語で喧嘩するの偉いね。あら、それは、うん、そういう状態になったらなっちゃうんだよ、人は。俺、普通に日本語残るよ。ああ、そのパターンもある。うん。だから、その、英語圏じゃない人に対して怒るときは僕は英語で怒る。ああ、そうなんだ。うん。まあ、あの相手がスペイン語圏でも中国語でもベトナム語でも。で、これね、万国共通なんだけど、うん、あの、英語を使えない方がちょっと弱いっていうのがある。あ、そうなの？うん。要は、あの、万国共通で英語というのはあります。で、それがわからないお前が悪いというのはどこかにある。でも、英語で言ってると、よくわからないアジア人がよくわからない言葉で喋ってる変なやつだもん。なるほど。でも、アメリカ人って世界中どこ行っても英語しか喋んないから。そうだね。で、イギリス人もそうなんだけど、うん、あいつらが作った文化があるんだよ。マジか。あの、どこでも英語で喋るやつは正しいっていう。それに乗っ取るから僕は怒るときは英語で怒ります。そう、フランス人は怒るとフランス語って言います。あ、なるほどね。そうか、俺普通に日本語で俺は今怒ってるからなっていうのをずっと南米でした俺、うん、だからまあそれで怒ってるは伝わるんだけど、でもそれはアジア人のよくわかんないやつが言ってるだから味方が作られないの。そうだね。でも英語がわかる人が通りかかった時に、英語がわかるから僕の言い分がわかってついてくれる側の人もいるし、言ってることが別におかしなことじゃないから、お前が悪いんじゃないのっていう目で見てくれる時もあるんだよ、周りが。はい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 。あの、誰一人英語が分からない国ってそんなないからね。うんうんうん。ロシアの時もなんかそんな感じだったような気がしてきたぞ、そういえば。うん。うん。あ、なんかあったっけ？タクシーの料金かなんかで。いや、タクシーの料金はあれはヨハネスブルクで、ロシアの方はなんかよく分かんない、ウサギをこう盗まれそうになった。ああ、はいはいはい。あったね、あったね。もうロシア人が、あの子はちょっと頭おかしいから近づくなっていうふうになだめてくれたっていう。うん、だから、英語で送るはよくやります。そうだね。うん、そうね。これ便利。っていうことで、君はじゃあ割とこう、どんな状態になっても対応できるようにっていうので、臨戦態勢にテレビになってる。あ、多分、だからその、うん、相手が言ったことをきちんと理解して素早く返さないきゃいけないモードが、モンハンやってる時と同じモード。反射神経をすごい、あの、ギリギリまで高めてる。はい。なんか、なんだろうな、テレビの話だったんだけど、最近モンハンの話。モンハンはだから一瞬の勝負で変わるわけじゃないですか。そうですね。っていう、その、一瞬に対して、あの、はい、全力を投入するっていうモードなの。なんか、急になんか、安くなったな、テレビが。あ、だからそれは単に自分にそういうモードがあるって話なの。うん。あ、だから反射神経を使うゲームをやるときってそういうモードに人はなるじゃん。まあ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 。だからその、あの、素早く反応しなきゃいけないし、情報の全ては受け取らなきゃいけないモード。うん。だから手、身振り手振りも多くなる。なるほどね。実況民か。なんか違う。戦いモード。戦いじゃない。反射神経モードなのかな。ああ、まあまあ。